人、物、金をテキサスへのルークですテキサスに本社を置く電気自動車 EV 最大手のテスラは7月1日創業20年を迎えました翌2日に発表された2023年4月から6月の世界販売台数、まあ、これ速報値ですけども 46万6140台と前年同期に比べて83%も増加しました主力市場であるアメリカや中国での値下げが功を奏したと言えますモデル3など量販車はアメリカ政府から販売補助金の満額が支給されておりこれも販売を押し上げました 直近1年間は販売の伸び率が5割を下回っていましたが、勢いを取り戻したということです。テスラが EV 最大手に上り詰める土台になったのは、2010年のトヨタ自動車との提携です。数年で解消してしまいましたが、トヨタから初の工場と量産技術をテスラは手に入れました。 それから13年、今度はトヨタがテスラの生産技術を取り入れるということで2社の関係は逆転しましまた。まあ、今のままではトヨタは EV の価格を十分に下げられないということで作り方を変えなければならないというところに来ています。 注目を集めたのは、トヨタが6月に発表したギガキャストと呼ぶ新技術です。大きな車体部品をアルミ鋳造で一体成形し、2026年の次期 EV で導入を検討しています。画期的でしたが、テスラも同様の技術を メガキャスティングとして採用しています車体部品は従来100点以上の板金部品を溶接などでつなぎ合わせて作ってきましたテスラのメガキャスティングは大型ダイカストマシーンで成形したわずか2点で作れるということで2020年 発売のモデル Y などで採用し、1台あたり平均原価を半分にする原動力となりました。2010年11月、まあ東京でですね、資本業務提携したトヨタのトヨタアキ社長、まあ今の会長ですけれども、共、え、同、ー、記者会見をした際に。 テスラのイーロン・マスク CEO は世界トップのトヨタから学んでいると満面の笑みで話しました。この提携でテスラはトヨタから約3%の出資を受け入れ、5000万ドル、まあ日本円で約76億円を調達しました。そして生産終了したばかりのトヨタとデナルモーターズ、 の、えー、合弁工場まあカリフォルニアにありますがこれを4200万ドルでまあ買い取ったんですねまあだいぶ鉄裁はこれでいいスタートを切ることができました、まあ、一方トヨタは閉鎖工場の引き取り手は得たものの協業の成果といったら共同開発の EV を 少数売っただけということで、2016年末までにトヨタはすべてテスラの株を売却してしまいました。テスラの成功の理由は、自動車産業の弱点と問題を突き止め、逆張りの、えー、戦略を徹して行ったことです。 例えば、販売ディーラーを通さず、オンライン直販で車を売るというのがその代表例です。改善の発想も展開しました。生産現場で一円一銭を切り詰めるのではなく、新工場を建てるたびに生産方式をゼロから見直すという手法を取りました。 コスト50%削減といった目標を常に課し、社内外を追い込むというスタイルを取ったんですね。まあこうした経営を株式市場も評価しています。テスラが6月6月下旬につけた時価総額は約117兆円とトヨタの約 三十七兆円をはるかに上回っています。そんなテスラも大企業病リスクがあります。今や従業員は十二万人を超え、年生産能力というのが二百万台に達しています。ベンチャースピリットならではの肩やぶりな 経営は難しくなっています。そしてまた陳腐化の懸念も忍び寄っています。現にまあ二千二十三年春にはアメリカで主力モデル三の中古価格が半年間で二十パーセントも下振りしてしまいました。まあトヨタすら踏み台にしてきたテスラですが、今は逆に すべての自動車メーカーがテスラから学んでいます。戦闘を走るものの重圧が強まっていると言えます。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。